こんにちは。マテリアルサイエンス研究科助教の渡辺です。これから私の研究テーマについて紹介させていただきます。タンパク質は生体内で特定分子と結合したり、酵素としても機能しています。しかし天然のタンパク質は20種類のアミノ酸の組み合わせからなるため、その機能には限界がありました。一方で近年、人工機能を持たせた非天然アミノ酸をタンパク質に導入する技術が開発されており、 さまざまな機能を持つタンパク質の合成が可能となっています例えば蛍光標識非天然アミノ酸をタンパク質に導入することでタンパク質・タンパク質相互作用を可視化することが可能となっていますそこで私たちは非天然アミノ酸を用いた機能性タンパク質の創成技術を実用的な技術に発展させるためにこちらにお示ししますような機能性非天然アミノ酸誘導体を新たに設計・化学合成し 我々の独自技術である4塩コドン法などの拡張遺伝暗号を用いて非天然アミノ酸をタンパク質に導入することで有用な機能性タンパク質の創成技術の開発を目指していますこの手法はタンパク質の機能解析やタンパク質医薬品の開発へ応用することが期待されます以上で研究紹介を終わらせていただきますありがとうございました